あのさ、母、宮沢、さっきから思ってたんだけど、もしかして構われたいの？うん、実は。よし、構ってやろう。うわ、いてほほほほほほ。やっぱり私の方が手の内さらしているわ。アリマ冷静なんだもん。私ばっか愛情表現してる気がする。きっとアリマはそれほど私のこと好きじゃないのよ。じゃあ教えてあげようか。僕が宮沢をどのくらい好きか。あ、僕って時々感情の抑えが効かなくなるらしいんだよな。怖がらせたら嫌だなと思って今まで出さなかったけど、もしかしてこれって知りたい？宮沢、知りたい？それは、アリマと一度だけのキスとは全てが違っていて、心がどこかへ飛んでしまいそう。強く、アリマの存在を感じる。あれ、宮沢？はーい、アリマ、アンして。何言ってんの？やだよ、いらないよ。嫌だよ。うわ、なんだ。秀明、バカ離せ。はい、あーん。やだ。人の嫌がることは楽しいわね。ハマるね。うげ、バカじゃねえ、お前。私ってば、アリマが剣道やってるとこ見たことないのよね。もったいないことを。なんかドキドキしちゃう。インターハイ優勝者の彼の部活待ち。リリカル、リリカルっす。見つかった。あたし、アニマ剣道やってるとこ初めて見た。かっこいい。もう興奮しました。もっと早く見ればよかった。また見に来てもいい？信じらんない。何そのフシュー、よくそんなもん着てられるわよ。うえー、近づかないで。私絶対剣道なんかやんない。ん、いた。何よ、彼女しないでつっつく。普通ひどい。今日は自転車なんだけど。じゃあ私も乗ってくよ。頑張れ、宮沢。ん、初号機行きまーす。おりゃー。足引きずってない？変な音が。してない、してない。他の人と仲良くしたの嫌だった？のけ者みたいにした？別に。
っち来て。え、あ、どうしたの。いいからいいから、座って座って。よし、一体何する気なん。何。いいからじっとしてってば。よしよし、ごめんね。アリマが一番大好きよ。君は天才。君がいなければどこへも行けないのは僕の方。ところでさ、もういいよ、そろそろ。もう少し。頭抱えるのって気持ちいい。もういいってば。